ピエール・スーレ、オステンド・マニフェストの影の推進者オステンド・マニフェストは、1854年に書かれた文書であり、アメリカ合衆国がスペインからキューバを購入すべきこと、スペインがこれを拒んだ場合はスペインに宣戦布告すべきことの論拠を展開したものである。キューバの併合は、アメリカ合衆国拡張主義者にとって、以前からの目標になっており、特に1850年に、 カリフォルニア州が州に昇格してからその視点は南を向いていた。しかしアメリカは外交的にはキューバがイギリスやフランスのような強国の手に渡らない限りスペイン領のままであることに満足していた。これに対してオステンド・マニフェストはアメリカ合衆国内での奴隷制度に関する議論、マニフェスト・デスティニー及び問題主義の産物として外交政策の転換を提案し、 国家の安全保障という名目でキューバを手に入れるために武力を使うことを正当化したのである。第14代、アメリカ合衆国大統領フランクリン・ピアースの政権で南部の拡張主義者たちは奴隷州としてのキューバ獲得を要求していた。1854年のカンザスネブラスカ法はそうした動きに弾みをつけたが、その進め方についてはピアース内閣には確たる方針がなかった。 アメリカ合衆国国務長官、ウィリアム・マーシーの提案で、中スペイン大使、ピエール・スーレが、中英大使、ジェームズ・ブキャナム及び、中仏大使ジョン・ヤング・メイソンとベルギーのオステンドで会談し、この問題を検討した。その結果、エクス・ラシアペルで起草され1854年10月に送付された報告書は、アメリカがキューバを購入することは、あらゆる関係者に、 駅のあるものであるという理由を述べ、スペインがこれを拒めば、スペインから力ずくで奪っても正当化されると宣言していた。大胆なスーレは、会合について秘密にしようとせず、ヨーロッパとアメリカ合衆国の双方で、会談が意図せず、知られたことは、マーシーにとっては遺憾なことだった。1854年は、政治的な不安定さが増している中のことであり、 ピアース内閣は報告書の中身が知られた場合の政治的反動を恐れたが、ジャーナリストや政治家などからの圧力は上がり続けた。この報告書は起草されてから4ヶ月後にアメリカ合衆国会員の強い要請で全文公開された。オステンドマニフェストと名付けられた。この文書は即座に北部州とヨーロッパから非難を浴びた。後に、 血を流すカンザスと呼ばれた出来事の中では、北部人の時の声として使われ、政治的な副産物は、ピアース政権にとって大きな挫折となり、事実上南北戦争が終わるまで、キューバ併合の可能性は消えた。オステンドマニフェストが実行されることはなかったが、アメリカ合衆国のその地域に対する関心は1870年代に再度浮上し、最終的には、 キューバの独立につながっていった。キューバはフロリダ州海岸の沖90マイルに位置し、幾人かのアメリカ合衆国大統領の政権で併合が議論されていた。第3代トーマス・ジェファーソンや第6代ジョン・クイン・シー・アダムズはキューバに対する大きな関心を表明しており、アダムズはジェームズ・モンロー政権下での国務長官時代に我が連邦の商業と政治の利益にとって、 極めて重要な対象となると表明していた。アダムズは後にキューバとプエルトリコを北、アメリカにとって自然の付属品と表現し、キューバの併合は合衆国自体の継続と一体性にとって格別からざるものとも言っていた。スペイン帝国の力が衰えるにつれて、アメリカ合衆国はジェファーソン時代に始まった否定位政策によってスペインの主権を尊重しており、 イギリスやフランスのような強国の手に支配権が渡らない限り、キューバの最終的な吸収は避けられないと考えていた。キューバはアメリカ合衆国南部の民主党にとって特別な重要性があった。その経済と政治の利益は連邦にさらに別の奴隷州が加入することで最も良くなるはずだった。キューバには奴隷制度が存在し、その農業を基本とする経済と、 地理的な位置づけによって南部の影響下に入ることが分かっていた。キューバが連邦に入れば、その生活が北部の奴隷制度廃止運動家の攻撃にさらされていた南部の奴隷所有者の立場を大きく強化できるはずだった。北部の工業を中心とする地域に移民が増加し、人口をもとに決められるアメリカ合衆国会員は北部が支配するようになっている中で、 南部の政治家たちは各州が同数の2議席を保有する上院で壊れやすい力の平行を保とうとしていた。奴隷制度のない西部の州が連邦に加入するにつれて南部の政治家たちはキューバを次の奴隷州として求めるようになっていった。もしキューバが単一の州として連邦に加入すればワシントンには2人の上院議員と9人の下院議員を送ることができた。 民主党の中では、アメリカ合衆国の拡張を継続する議論で、拡張するか否かではなく、いかに早く拡張するかに重きを置いていた。旧進派拡張主義者と、若いアメリカ運動が1848年までに、急速に牽引力を得てきており、その年に、メキシコの価端地区を併合するかについての議論には、キューバに関する真剣な検討も含まれていた。 文老主義の基本に定触することに強く反対する、慎重な拡張主義者と言われたジョンカルフーンですら、この島が叱るべく国の支柱に入らないことは、アメリカ合衆国の安全に欠かせないものである、と統一補調をとっていた。つまりイギリスのことに言及したと考えられる。ジェームズ・ポーク大統領は、キューバの暴動を考慮する中で、フィリバスターのジョン・エル・オサリバンからの根性を拒み、 あの島を獲得するようなことは、有効的な買い物でなければならないというその信念を述べた。ポークからの命令で、国務長官、ジェームズ・ブキャナンは1億ドルの提案を用意したが、スペイン公館はキューバが、いかなる強国のものになるよりも、早く、島を対応に沈めてしまった方が良いとの回答だった。ポークの後のザカリー・テイラーとミラード・フィルモアの、保育権はこの問題を追せず、 キューバに向かういくつかの遠征隊を連邦軍に阻止させてフィルバスターに対してはむしろ厳しい姿勢で臨んだ。しかしフランクリン・ピアースが1853年に大統領に就任するとキューバ併合に取り組み始めた。ピアースはその就任演説で私の政権の政策は拡張から来るいかなる臆病な悪の前兆にも支配されないと述べた。 奴隷制度は決められた目標ではなく、ましてやキューバの名前すら出ない中で、南北戦争前の時代の党の構造は、北部人に南部人の利益を訴えることを求めるので、ニューハンプシャー州出身のポークは、奴隷州としてキューバを併合することを指示した。この目的のために拡張主義者をヨーロッパ中の外交ポストに指名し、特にキューバ併合のコ高な提唱者であるピエールスーレを、 スペインに送り込んだ。ピアース内閣で、北部人といえばブ、ブキャナンのようなドーフェイス仲間であり、ブキャナンが民主党全国大会で大統領候補になれなかった後で、中英大使に指名した。また、国務長官のウィリアム・マーシーもドーフェイスであり、その指名は、党内で、ゆるりと慎重な拡張を好む派閥である、オールド・フォギーをなだめようとする試みでもあった。 1854年3月、ニューヨーク市からアラバマ州モービルに向かう通常の交易ルートにあった蒸気船、ブラックウォリアーがキューバのハバナ港に寄港した。この船が船にも黒を提出できなかった時、キューバの役人が船、積みに及び乗組員を拘束した。いわゆるブラックウォリアー事件であり、アメリカ合衆国議会はアメリカの権利に対する侵害だとみました。 スーレがスペインに対して船を返還するよう発行した中身のない最後通告は両国の関係をさらに悪くするだけでありスーレは1年間近くキューバ獲得の議論を封じられたこの事件は平和的に解決されたが南部の拡張主義の勢いを増させることになった一方でマニフェストデスティニーの原理は時代が進むにつれて分派されていったアメリカ合衆国は 大陸全体を支配すべきと考える北部人もまだいたが大半はキューバの併合に反対し特に奴隷州としての加入に反対した。ナルシ・ソロペスなど南部の後ろ盾を受けたフィリバスターはキューバの独立に向けてキューバ国民の中にかなりの支持を得られたにもかかわらず植民地政府を何度も倒そうとしては失敗していた。この島における一連の改革が 奴隷制度はいずれ廃止され、キューバはアフリカ化されると南部人に考えるようにさせた。アメリカ合衆国による奴隷制度擁護派の侵略の考え方は新しく始められたカンザスネブラスカ法の議論の中で拒否されたので国家の安全保障という名目での買収あるいは介入がキューバ獲得のための最も受け入れられやすい方法と考えられた。ジェームズ・ブキャナン マニフェストを実際に執筆し、スーレの過激な言い回しを和らげたと考えられている。マーシーは、スーレに、ブキャナン及び、中仏大使のジョン・アイ・メイソンと、アメリカ合衆国の対キューバ政策に関して、会合を持つよう提案した。マーシーは以前、スーレにあてて、もし、キューバ買収の交渉ができないならば、次の望ましい目標、すなわち、キューバをスペイン及び、 ヨーロッパの列強の手から分離することに傾注すると良いと記しており、この言葉遣いは数例の計画の中に採用された可能性がある。著作家のデビッド・ポッターとラーズ・シュルツはどちらもマーシーの謎めいた表現にかなりの曖昧さがあると指摘しており、サミュエル・ベミスはマーシーがキューバ独立に言及した可能性は認めたが、マーシーの真の意図を知ることは不可能なことも認めている。 いずれにしても、マーシーは6月に、ピアース政権がキューバに関して、宣戦布告するという考えを捨てたとも記していたが、ロバート・メイは、会合の指示は、非常に曖昧なので、ブラック・ウォリアー事件以降、マーシーが数例に当てた多くの手紙が、公戦的なものであり、大使たちが、ピアース政権の意図を読み間違えたと記している。会合の場所について3人の外交官に、 小さな意見のフィッチがあった後に、1854年10月9日から11日まで、ベルギーのオステンドで開始、続いて会議の報告書を準備するために1週間、エクスラシアッペルに移った。その結果作成されオステンドマニフェストと呼ばれるようになる報告書は、キューバが北アメリカ共和国の一員となることが必要であり、連邦が天の廃材になる温床であるところの諸州の大きな、 家族に属するのが自然であると宣言した。このマニフェストに述べられたキューバ併合の理由付けの中でもアメリカ合衆国が介入しないままでキューバにハイツのような奴隷革命が起こる可能性に関する恐れが特筆される。このマニフェストではキューバ問題に行動を起こさなければしかし我々は我々の義務に対して臆病者であり我々の勇敢な先祖に値しないものであり 我々の子孫に対して根本的な裏切りを犯すものである。キューバがアフリカ化され第二のサントドミンゴになることを認めるべきだろうか。それは白人種に対する恐怖であり、我々自身の隣接する海岸にその日が及び、我々を現実に重大な危険にさらして我が連邦の構造を非傷させるものである。と訴えていた。 その多くがスペインによって広げられた人種的脅威からキューバで可能性のある黒人暴動とそれが伸びのようにアメリカ合衆国まで広がってくることに関して国内の緊張と心配をもたらすとしていた。かくしてこのマニフェストはスペイン植民地が拒んだ場合にアメリカ合衆国がキューバをスペインから奪うことが正当化されると明記していた。スーレはモトロイジアナ終戦室の アメリカ合衆国上院議員であり、カリブ海と中央アメリカにアメリカ合衆国の影響力を及ぼすことを求めた若いアメリカ運動の一員だったが、オステンドマニフェストの主たる骨格を作ったものとされている。ただし、経験を積み慎重な性格のブキャナンがこの文章を執筆し、スーレの過激な表現を和らげたと信じられている。スーレは当時のアメリカ合衆国の外に、 南部の影響力を広げることを熱心に求めており、マニフェストデスティニーを単純に進行し、アメリカ合衆国によって、大陸全体と、その付属物を吸収できると予告していた。メイソンは、バージニア州生まれであり、この文書に表現される感情を以前から抱いていたが、後に、その行動を後悔することになった。ブッキャナンは、その拡張主義的な傾向にもかかわらず正確な、は、 不明なままであるが、大統領になりたいという野望に動かされたという説が、示唆されてきた。事実、ブッキャナンは1856年の大統領選挙で、当選した。歴史家、ジェームズ・ローズは1893年に、この3人の性格を計算すると、スーレが後に暗示したように、その仲間を丸め込んだという結論にはこうしがたいものがあると記すことになった。大胆なスーレは、 この会談のことを秘密にしなかったので、マーシーはそれを悔やんだ。ヨーロッパとアメリカ合衆国双方の新聞は、会談の報告書がなかったとしてもそれに気づいていたが、当時は戦争と中間選挙のことでいっぱいだった。中間選挙では民主党が議会で少数党になり、新聞の論説はピアース政権の秘密主義を攻撃し続けていた。少なくとも、 ニューヨークヘラルド一市は歴史家のブラウンがオステンドでの結論の真実に迫る報告と呼ぶものを掲載し、ピアース大統領はそれが情報漏洩に基づくのではないかと恐れ、事実そうだった可能性があるとしている。ピアースはそのような噂を確認することで政治的な反動を恐れ、1854年末の議会における一般教書演説でもそのことに触れなかった。 このことで会員における反対派がマニフェストの公開を要求することになり、その制作から4ヶ月後に全文公開されることになった。ヤクザに囲まれるジェームズ・ブキャナンの政治風刺漫画、ヤクザのセリフはオステンドマニフェストで彼から奪うことを正当化している。第2は、オステンド原理とされているマニフェストが公開されると、 それが南部人による奴隷制度拡大のためのものだと見た北部人を激怒させた。自由土地等は近い過去に逃亡奴隷法に怒らされたところであり、ニューヨークトリビューン編集者、ホレス・グリーリーの言う盗賊のマニフェストを違憲状態だと非難した。当時、血を流すカンザスと呼ばれるようになる事件が起こっており、奴隷権力の敵にとって時の声として使われた。 キューバ併合の動きは下火になったが消えてはおらず、再び動き出すのは南北戦争が終わってからとなった。ピアース政権はこの出来事で修復できないほどの打撃を受けた。ピアースは南部側に大変同調的であり、オステンドマニフェストが民主党の分裂に力を貸すことになった。国際的にはスペインにとってまたヨーロッパ中の列強にとって脅威と映った。マドリード、 ロンドン、パリでは素早く避難の声が上がり、ピアース政権が残した良好な関係と考えられるものを保護するために、スーレはキューバに関する議論をやめるよう命令され、スーレは即座に辞職した。オステンドマニフェストの反動として、ピアースはそれ以上が主州国を拡張する計画を放棄し、南部の利益になる奴隷制度を維持しようという意図にとって、 その価値以上のものを支払わせた言われのない紛争の一部として語られるようになった。1856年の大統領選挙で、ブッキャナンは楽勝で当選を果たした。キューバ併合の問題には関わり続けたが、大衆の反対と派閥間の抗争が高まる中に埋没した。南北戦争から30年後、米西戦争の時になって初めて、いわゆるキューバ問題が脚光を浴びることになった。 ありがとうございます。